り。心のお庭に花壇を作ったんだね。マリーのお気に入りのお花を集めたのかな。ヒカルたちには見えるの。ちょっと異色だけど、調和のとれたトレビアーンな三色のバラ。それはマリーが育ててきた気持ち。きっとマリーを大切にしてくれる。でも気をつけて、バラはとってもデリケート。そうそう、ここからが大事だよ。偏って愛情を注いだり、逆にほったらかしにしてたら花壇の調和は崩れちゃうかも。もちろん一色だけを大事にするのも悪いことじゃないけれど、花壇を作ったからにはバランスも大事。花壇の様子が気になったらヒカルに聞いてね。マリーガーデンで教えてあげる。もっと腰を落としてください。なあ、姿勢が悪い。亮太先輩、グラグラしすぎですよ。望む先輩はさすがです。なんでお前がいるんだよ。およ、君もサーフィン教室入るの？見学ってなんだよ。ほら亮太先輩、集中。祈り、お前の差し金だな。なあ、あとどれくらいこのポーズ続けるんだ？僕が OK を出すまでです。さっさがサーフィン教えてくれなんて言うからだ。なあ、そろそろ海に出ても。海を舐めてかかると大変なことになります。まだ早いです。はあ、サーフィンが砂の上でやるもんだって初めて知ったよ。じゃあ今日の授業はこれまで。みんなでジュースでも飲みましょう。そうか、今来たところだよ。さっさは俺が来た時すでにいたよな。普通そこは待ってないと答えるのが定番では。うん、お前はそういう色が似合う。俺が言うんだから間違いない。ここはパワースポットだからさ、俺たちも泉からパワーもらおうよ。お前それ以上パワーもらってどうすんだよ。まだまだ足りないよ。へえ、意外ですね。望む先輩は神頼みはしない派かと。まあな。そんなことないって。陸上には計画的にトレーニングで伸ばすべき部分の他に、もっと別の運が必要なとこもあるんだよ。いいな、そういう話聞かせてくれよ。俺たちの前で陸上のこと語るの珍しいし。別に構わないよ。じゃあ質問して、何でも答えるよ。短距離と長距離はどちらが好きですか？望む先輩のトレーニング理論、サーフィンにも応用できそうだ。ありがとうございます。恵まれた体と頭を持ってるんだ。お前の夢は叶うよ。ええ、応援してます。ありがとう。じゃあ喫茶店で二次会やろうぜ。お疲れ様。お疲れ様って仕事かよ。亮太、あれは祈りが最高潮に喜んでる時の挨拶なんだよ。じゃあまた学校で。
ふふって何？別に普通だけど。祈り、腹減ったのか？カリカリすんなよ。ほら、行くぞ。あれ、俺、大盛りじゃないですよ。若様にはサービス。たっぷり食べんだよ。やめてください、その若様っていうの。羽ばたき市では、涼太先輩の家は名だたる名家ですからね。おばちゃん、これはやりすぎだって。若様の負けですね。何の勝負だよ。あ、やべ、みんなちょっと避けてくれ、こぼれそう。特別扱いは涼太先輩だけじゃなかったみたいですね。うるさい。おお、来た来た。おはよう。伊織、ちゃんと寝られたか？なんでそうなんだよ。お前を待ってたんだ。一緒に回ろうよ。よし、決まり。三人で行こう。だな。たまーに祈りも思い出してやろうぜ。うん。まあ、君のその気持ちだけで。あいつは満足だよ。そうだな。じゃ、出発だ。ちょうど見頃みたいだ。よかったな。なんかオレンジ色の絨毯みたいじゃん。へえ、らしくないこと言ってる。陸上バカでもこのぐらいの感性はあるんだよ。いや、さっさにそんなこと言わせる、ここがすごいんだな。じゃあ涼太の番よろしく。シモンのカリスマ店員さん、感想をどうぞ。夕日に染まったみたいなオレンジだ。涼太先輩って意外と普通って、祈りがいたら言われてそう。どんまい涼太。うるさい。ほら、次行くぞ。へえ、でかいなあの塔。地上105メートル。本来は小塔なんだって。小塔ってなんだよ。教会の金を納めるための塔。そう、教会の金な。聞いてみたいな、金の音。なんないかな。おお、すげえタイミング。祈りからだ。せいぜい楽しんでください。だってさ、かわいいところあるじゃん。あの塔の写真でもつけて返信してやるか。3人で写ってたらすねるから。ほら、涼太だけで撮る。なんでだよ。別にツーショットでもいいよ。一人でいい。おかげで涼太はずっとあの感じだけどね。150年以上前に使われてたものも残ってる。見てて飽きないよ。当時の調度品だから時間の重みを感じる。俺たちに遠慮せず、気が済むまで見てこいよ。ならちょっと行って。来ない。ん？3人で行くんだよ。俺がたっぷり解説してやるな。あは、そりゃどうも。
俺も楽しかった。俺も。でもさ、修学旅行はまだまだ終わってない。じゃあ、あさっての自由行動も3人で決まりだな。そうしよう。羽ばたき市から割り込んでくるのもいそうだし。なら、あさっても4人で回ろうぜ。あ、だな。いおり、おはよう。よ、おはよう。俺は普通だけど、さっさは朝ランニングしたってさ。そんなに驚くなよ。俺にとってはやらない方が変。平気。ホテルの周囲をぐるぐる回ってたら、三影先生が並走してくれたし。それなら怒られないか。さすが三影先生。そっか、だから一緒に走ってくれたのか。三影先生、きっと今頃ヘトヘトだぜ。悪かったかな。どうだろうな。じゃあ行こうか。そうしよう。忘れたら一生言われる。へえ、本当にメガネに見えるじゃん。緻密に作られてる。当時の石膏職人の技術力すごいよな。やったー、ハートストーン見つけた。ハートストーン？パワーストーンかなんかかな。へえ、女子が好きそう。見つけようぜそれ。ずいぶん気合い入ってるじゃん。先に見つけた方が。おい、フライング！ちょっと待ってろ。俺が先に見つけるから。視力も足も俺の方が上。まあ、ハートストーン探しはドローだったな。だからって3人で触るか。どうなるんだよ俺たち。ずっとな。仲良しね。来たぞ、祈りだ。タイミング良すぎ。どっかで見てんじゃないか。僕は甘さ控えめのカステラで。だってさ、こういう時遠慮が全くないと楽だよな。うん、先輩思いだな、祈り。ああそうだ、俺家とか知り合いに頼まれてるのを買ってくる。じゃあそれぞれ土産物を買ったらまたここに集合にしよう。了解。お待たせ。ちょっと買いすぎた。お隣さんに修学旅行のお土産買う高校生初めて見たよ。お世話になってるからさ。俺も買っちゃったよ、抹茶カステラ。マジかよ。甘さ控えめ抹茶カステラだろ。こういうのって気が合うでいいのかな。ああ、さすが幼なじみ。三つ渡したら祈りなんていうか楽しい。口では面白い嫌がらせですねとか言いそうじゃん。な、それと俺とさっさからお前に長崎ガラスのハートストーン。五眼のハートストーンは3人で触ったけど、これを誰と触るかは君次第。そういうことだ。まあお前ならそう言うって思った。じゃあ抹茶カステラ食べながらみんなで触ろうぜ。ああ、長崎いい町だった。うん、楽しかったよ。幼馴染3人の修学旅行、ほんと夢みたいだった。修学旅行の間ずっとさ、
こっち帰ってきてよかったって思ってた。どうしたんだよ、なんか妙だぞ。感謝してんだ、ありがとな。俺もありがとう。あれ、祈りどうしたんだ。うん、今のタイミングだったよな。やばい、ほんとすごいな祈り。きっとどっかから見てんだよ。